元だ平元だ、これ最後だからみたいなさ、そんなことってないよとか次なんか、しかも奥さん妊娠しとるやんけど、お前は本当クズ中のクズだ、最後にもう一度かけていいかって、かけんなよ、そんなこと言ってないよ、私はもう先に宮崎へ帰ります、お疲れ様、なんか動いて、そうなるよ普通はってなる、そうそう、中のなんかどっかの地方ショップで300万ぐらいで買って、あれでしょ、なんさっきあのチャリが、うん、秋雨サイクルのおっちゃんに、俺はお前の有利になるのかみたいなことがあるやつ、へーっつって、ほら横浜混んでる、そう本当恐ろしい廃人の集まりの、うん、あ、ちなみにここ抜けないでもうそのまま行っちゃうんだ、まあそっちの方がいいでしょ、こんなん嫌でしょ、こっから出る、このまま真っ直ぐ羽田行きます、アクアラインは行かないよ、アクアラインって千葉行っちゃう、絶対混んでるこんな時間行ったら、真ん中指いいとこ、なんか急に来そうで怖い、ぴょって右、なんか右のさ高速道路の追い越し車線、はい、走ってね車に限って後ろからさ煽られて切れる、切れたツイートとかする人いるじゃん、その人に、それはあれさ左避けりゃいいんじゃねえおめえがって、いや、まあ、その人いんの、結構そういうなんか煽られたとか書くやつって大体右の追い越し車線いるやつが多いんだよ、見てると、まずねちょっとツイッターで調べてみる、結構高確率でね追い越し車線走ってる人多いんだよ、それ書いてるの、そう、つまりすなわちそれはそういうことではって思いながら、ちょっと引っ張って。
これ多分もう ETC じゃねえ、あれだよ、お店だよね、一応 ETC じゃねえ、 ETC なんで ETC。 この先、左からの合流車両の入園ですね。車ちょっと来たさそうだ、車線規制中っていうのと、なんか作業車と今ボッツにしよう。どっから湾岸線なのか分かんないから、こうやって